グラーツリーベナウシュターリオンは、オーストリアシュタイアーマルク州の州都グラーツにある、スタジアム。オーストリアブンデスリーガに属する、SK シュトゥルムグラーツの本拠地である。また2006から2007年のシーズンで破産し、オーストリアサッカー協会より、オーストリアブンデスリーガのライセンスを取得できず、2007から2008年のシーズンより、オーストリア3部に降格された、グラーツアー AK も、当スタジアムを、 ホームスタジアムとして利用していた。この地にはもともと1951年に完成した多目的スタジアム旧グラーツリーベナウシュターディオンがあったが、スタジアムの老朽化のため1994年に同じ地に新スタジアムを建設することが決定。1997年に完成したサッカー専用スタジアムはシュタイヤー・マルク州出身で当時カリフォルニア州。 知事だったアーノルド・シュワルツェネッカーを称えて、アーノルド・シュワルツェネッカー・シュタディオンと名付けられた。コケラ落としとして行われた試合は、1997年7月9日に、行われたエビチャ、オシム監督率いる SK ・シュトルム・グラーツ対、グラーツアー AK のグラーツダービー。しかし1950年に、死刑制度を廃止しているオーストリアでは、2005年12月13日に、 スタンリー・ウィリアムズ死刑囚の御社請求を拒否した、シュワルツェネッカー州知事の死刑執行命令に批判が高まっていた。これに伴い、アーノルト・シュワルツェネッカー・シュタディオンから彼の名前が撤去することが検討され、各党の権力争いでなかなか結論が出ない中、シュワルツェネッカー自らが名前をスタジアム名に使用することを禁止、それによって2005年12月26日に、 グラーツリーベナウ・シュターディオンに改名された。その直後、アプック社が2016年までのネーミングライツを獲得したため、アプック・アレーナと解消された。2011年には、アメリカンフットボールワールドカップの試合が開催された。2016年4月より、オーストリアの保険会社であるメルクール保険がネーミングライツを獲得し、メルクール・アレーナと解消された。ありがとうございます。